ゲストコーナーです。本日は産経新聞政治部専門委員でいらっしゃいます野口博之さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。またまたやってまいりました今月の自衛官必見のコーナーでございますけれども、今月の安全保障読本はですね、国際社会の絶滅種日本というタイトルでございまして、こちら今ちょっと出ておりますけれども、もう月の頭に皆さんお呼びになった方も大勢いらっしゃるかと思いますけれども、とにかくまあこの引きの強い、タイトル、国際社会の絶滅種日本ということでございますけれども、これまあどんなことだろうなというので、まあ、裏話も、含めながらいろいろと野口さんに解説をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず野口さん、これ、どういうこのタイトル、またかなり引きが強いんですけれども、あの国内法っていうのは、はい、あのそれほど変化しないんですよね。もちろん振り込み詐欺やなんかでどうしようかっていうことで、はい、あのペナルティとなる刑法その他、これ変わっていきますけれども、あのもちろん無変化ではないですけれども、はい、国際法はですね、非常に変化著しいですね。それはあの 9.11 以降の国連決議を見ても分かりますし、はい、あのこれは日々日進月歩を変化していくというところですよね。だから私はこれを生き物に例えたんですけど、はい、生き物のごとく進化すると、そうしましたらね、ブログの中にダーウィンの進化論なんてもはや古いんだって、僕はそういうことを言ってるわけじゃないんですけども、あ、はいはい、あのまあ、いわゆる一般論としてのこの進化のスピードに、国際法の進化のスピードに日本はついていけないよと、ついていってないよと、うん、それはすなわち国際的な孤立を招くよと、国際社会がですね、軍事力を平和利用のために使おうとしている、はい、それは例えば海賊がそうですね、日本の中には警察持っていけばいいっていう人もいますけれども、うん、警察力では対応できない、うん、あのこれは武器の面だけじゃないんですね、はい、あのロケットランチャーを持ってるからだけじゃないんですね、海賊は、はい、これはですね、あの相互に広い広い海域、はい、東京都の何倍もあるような広い海域でですね、あそこに海賊がいるぞと、うん、そういうのを相互に連絡し合うときにコールサインを決めたり、はい、あるいは、海軍としてのもう海軍が創設以来持っている海賊に対する権限ですね、はい、こういうものをですね、あのフルに使って、はい、そのことをお互いの権限というものを理解し、そういう軍事上の常識、軍事上の権能、軍事上の能力、これをフルに使って国際社会が一緒にやっていこうという今矢先なわけですね、はい、でその時に日本は小田原表示をして、はい、海上警備行動を海外にまで、領海ではなくて海外にまで、適用していいのかとかですね、はい、新法を作るんだとか、はい、そういう小田原表示をやってるわけですね、はい、中国もうすでに1月半ばについてもう任務何十回もやってますね、はあ、なぜ日本がこれほど後手後手に回るかっていうとですね、自衛隊に軍としての権能を与えてないわけですね、はい、で例えば武器使用問題、これよくあの警察と同様だっていう人がいますけれども、はい、それは間違ってます。警察以下です、事実上警察以下、はい、は警察の場合にですね、うん、例えば横で外国人が変なやつに包丁突きつけられてまさに殺されようとしてる時に、はい、所定の手続きに威嚇をしたりやめろと言ったり空に向けて発砲したりしてですね、やめさせますよね、はい、自衛隊の場合できませんから。うーん、今の海上警備行動では国内日本関係の船舶だけ、日本船籍であったり、はい、日本が運用していたり、はい、それから日本の船員が乗っていたり、そういう場合に限られます。うん、ですからあの視聴者の皆様によく認識していただきたいのは、自衛隊は警察と同様の権限を持っているわけではありません、はい、以下です。以下、はい、他の軍隊は建国以来軍の権能というものを持ってきたわけです。で、
そういうことの上に足りないところだけ積み上げていくわけですね、はい、ところが日本はマイナスから積み上げてますから、ゼロに限りなく近づいて、ゼロというのはこの各国が持っている海軍の権能ですね、もともと生まれながらにして持っている権能、そこまでは近づくんですけども、はい、ちっとも積み上げができない、うん、この積み上げ分が進化なんですね、国際法の進化分。なるほどですね、はいはい、うん、例えば、デンマークの海軍がいい例ですね。よく、米軍は特別だよ、イギリス軍は特別だよ、大きいんだからみたいなことを言いますけれども、はい、まあ米軍は特別ですね。でも、英国軍、フランス軍、ドイツ軍、このソマリア沖に展開している各国海軍は日本よりも小規模の海軍です。ああ、そうですね、はい、ましてやデンマークに至ってはもっと小さい、はい、そのデンマークの海軍がですね、国連決議を受けて素早い行動をしました、はい、その一方で、デンマークの海軍が突きつけた問題というのは大きいんですね、はい、つまり私の言っている国際法上の進化の問題です。つまりデンマーク海軍の戦闘艦が昨年9月、高速のボート2隻を臨検しました、はい、ボートには10人の海賊が乗ってました、で、乗船して、検査したところ、ロケットランチャー、自動小銃、拳銃、縄ばしご、通信機器、私これ海賊用品と呼んでますけれども、はい、呼んでるんですけれど、これが包まれていました。で10人を6日間拘留しましたけれども、結局釈放しました、はい、というのはデンマークでは、海賊を国内法で、あるいは国内法廷と言ってもいいんですが、裁く法律がですね、法手続きが認められていなかったわけです。なるほどですね。ここでやった、うん、デンマークの行動はとっても早くてですね、デンマーク政府が国際法廷で海賊を裁けるように関係国と、うん、共に国連に要請しました、はい、で国連のお墨付きができれあればですね、デンマークは国内法を早急に整備する腹なんですね。はあ、例えば国際法廷に送っていいと